スタンスでーす。なら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 プン。何ですか？よし、新入り。なんかあのお前だけじゃない。大声で思いっきり叫びたい。俺の都合なんて関係ねえ。体調悪い言うてるやないですか。はい、ということで始まりました MTVさあ今回のゲストはストーンズの皆さんでーす。ちょっと待って待って。えテンション低っ。 MTV 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 って何だ。え YouTube より言うたからやってんねん。より言うたから言うた。恐ろしい。ムロやからむおなんか一人しか喋っていない。先輩のやつね。回らないかい。本気で叩いてないで。ツッコミの叩きやから。いきなり関西3人がいてみんなちょっと説明なし。あ、じゃあ自己紹介だけ。あ、そうそうそう。まず、関西ジャニーズジュニアなにわ男子の西畑大吾です。よろしくお願いします。大吾小島健です。よろしくお願いします。あとムロ君ね。ムロ君言わしてくれや。名前どうするんですかこれは。もう本当に分かる通り台本がないので、うん、びっくりしてるだから俺今、はい、じゃあ皆様関西いらっしゃい。これがないといけないんです。つけてんのは下が見とか上が見えるよ。そう、ね、逃げられないよ。そうです。難しいね。難しいね。やっぱ気温差が違うよね。室内入る寒くないっすか。寒いね。でもここって5倍間隔の一つって言われてる。ああそうだね。あ、ジップで言えなかった。そうだ。一番見てみせない。ちょっとここ俺入れないな。ちゃん書いてあるよ見て。話怖ない。俺ここ初めてだよ。めっちゃ書いてある。めっちゃ書いてある。懲罰棒。これダメだ。改めて説明しますと、ここは懲罰棒です。で、黒いんですけどよく見たら爪で書いてあるんで、いろいろと悲しい。入ってた人たちの心の叫びみたいなのがいっぱい書いてあって悪いことしちゃった。ここはジェシーが入るんですよ。そうだね、岩本ちゃんと一緒に。実際セット使ったんです。あまりにもちょっとすごいんで、木とかが。木がすごいね。すごい怖いよね。え、そんな行ってみる？いやいや。もう徐々に本当建物なくなってる。ねえ、なくなってる。だからこの風景で MV とか撮ったらかっこよくない？なんか。あ、体育館がもう壊されてる。ちょっと体育館行ってみる。体育館、あれだね。わー、体育館だ。体育館行こうよ。あー、ここだ。え、ここが体育館じゃないよ。上。上がないか。でもさ、ここで撮影した。何を着たか。衣装ぐらいの時に撮った。だから、この柱を使ってちょっとこうカウントゼロの振り方をやったりとか、縦ラインになった。そんなにも使いましたか。わぁ、なんで。大ちゃんだ。わぁ、ここは俺たちは上等を。おぉ、懐かしい。マネキンと一緒に踊ったところですね。スノーマンとストーンズが殴り合いしててみたいな。いけいけみたいな。やってましたね。小島くんはほんとダンスバトルうまい。いやうまいね。あ、ジェシーに行きます。ジェシーに行きます。おー、ジェシー行け。これもあのダンスやん。あのダンスやん。これだけ。これだけ。こんなことやったらダンスなんだから。ジェシーのさ、ジェシーのモノマネや。え、ダンスジャンプバトル。ジャンプバトル。じゃあ、
ープニング撮った場所なんです。オープニング撮ったじゃん。そう。そうなんですよ。ジェシーが一人で出てくるんだよ。スノーマンです。映り込まないように実際ここに隠れてたんですよ、俺ら入って、うん、あれ大変だな、大変でしたね。ここ広いじゃん。ここ広い、ここ広いよね。ここスイートルームあっ、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 誰、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 慎太郎、慎太郎、これマジで実際こう、バシャッと閉めると開かなくなるんですよ、うん、専門の人用の鍵開けたから。だから閉じ込められた人とか撮影、リハ中いて見たよね、見ました。うわー、懐かしい。そう、ワンカメで関西ここから撮るじゃん。関西が撮ったワンカメで、関西が初登場がこの辺だよ。はい、ちょっと、俺がワンカメをちょっと再現しようかな。一応ここで、ストーンズとスノーマンが喧嘩してて、俺がこんなんやられて、そうそうそう、俺が払ってこう来ました、行きます。そしたらこう来て、一瞬こう行って、こう行って、おお、撃つね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 、で、こう行って、ダイブ行って、で、ここに一人ハブして、そういうアングルちゃうね、絶対まさか男がそういうアングルじゃないから。これでズッポリとライバルのシーン、こっち。あー、懐かしい。あー、ジャパニカスタイルやったとこだ。って歌ってる間にジェシーが後ろ通って、うん、A メロの準備して、はいはい、で、俺行ってから、で、俺タイガにも行って、で、引いてって、で、引いてったら全員、で、どっちに行ったんだっけ。カメラマンさんすごいでしょ。ここどこ？ブランコ。え、どこにあるの？え、これブランコ？ブランコ。どうなの？これなんだよ。そうだ、ここだ。で、俺ここで本当覚えてるのが、大吾がなんかおぶたけのやつで、その日雪だったの。唇紫に行ってどんどんなんか、僕眠いです。大吾寝るわ！やばい。俺いじられてんねんと思いましたもん、僕。この映画通して初めて絡んだよ。そうだよ、ね、そうだよ。それでジェシー好きになったの。え、そこで見てあの最後のポーズ、文化のダンス。バカにしてるよ、最後。あそこ見て。これを好きになったの。でもあれからずっとほんまにジェシーのこと入ってる。学園とかでもずっとストーンさんの動画見てるよ。だって、ジェシーの写真を見せて髪を切ってきたの。見てくれっていう写真も来たんですよ。全然似てなかった映画の撮影中だからめっちゃ淡泊だった。美容院紹介してあげるよ。あ、まだいつか。いいけど、やんわり断るまた嫌な髪型されるフラコーマーです。あ、すいません、まさにちょっと一緒に、やっぱ刑務所なんでちょっと気持ちが重いなっていうのは去年あったんですけど、ちょっとなんか明るくなって、ここからホテルになっていくんだって思うとまた嬉しい気持ちですね。でも気温は大変でしたね。火が使えないから。そう、火が使えないんで、だからやっぱり絶対に捕まりたくないですね。自分的にはすごいいかついなんかね、こう悪い感じで行ったんですけど、まさかの病弱やったっていう。そう、一番関西の中でいかつい人が病弱やったっていう。すごい楽しみって言ってましたよ。おはようございます。頑張れ。やったー。やるね。いざ映画化って聞くとやっぱり嬉しいと同時に、こうジャニーさんの思いを知ってるからこそのプレッシャーとか責任感っていうものがすごい強くのしかかってきた感覚があって、なんかすごい身が引き締まりましたね。僕たちのタイミングで映画化できるっていうのもすごくタイミングが巡り合わせがすごく良かったのかなと思って、すごく嬉しかったですね。ね、
になってるジュリー楽屋でね、ずっとラッキーってやつですねそんなんやってたじゃないよ、サングラスかけてラッキーそんなんやってないからはい、ということで今回はまあ密着ということで関西の方からはい、はい、ありがとうございました。またなんかタイミングがあったら本当フラッと来ていただければ。うん、ぜひ、はい、ぜひね、次も来てくれるかなでもいいと思うはい、ということで以上少年たちの映画チームでした。せーの、ミリバーバイバーイ。今、今欲しいな。今、今上がってるから。そう、ここはあの問題だけ使われるから今、喋ってたから。ストーンズ対関西でなんかやったりやりたいですね。そういう動画の企画とかもなんかこれからね。